お元気ですか？ペルシアンです。今回はね、さつまいもとね、玉ねぎだけのね、味噌ラーメンでございます。今日もね、シンプルなラーメンでございます。で、お酒は焼酎のね、コーラ割りでございます。で、これが約ね、1週間ぐらいになりますとね、またね、あの航空杯からね、スプライトのね、ウイスキーのスプライト割りになりますのでね、ちょっとね、しばしの間ね、我慢してください。我慢ってくださいって言い方で、自分が飲むからね、そういう言い方は変ですけどね、そんな感じのね、夕飯動画でございました。今日はね、さつまいもがね、すごく食べたかったんですよ。なぜかというとね、じゃがいもはよく食べてるけど、最近ね、さつまいもね、秋でしょ。だからね、かぼちゃとか栗とかは甘いでしょ。砂糖入ってないから。だから最近ね、年を感じたせいかね、甘く感じてしまうんですよね。皆さんもね、そういうことってね、よくありませんか？私、タバコ吸わないからね、タバコもね、一時期吸ってたこともあったんですけどね、やめてからね、ご飯がね、すごくね、甘く感じたんですよ。で、あとはグレープフルーツがすごく甘く感じたことあるんですよ。皆様もね、そういうことってね、ありませんでしょうか。だからね、タバコをやめてすごく良かったなと思ってね、すごくね、良かったなと思っております。はい。皆様もね、タバコはね、私はやめろとは言いませんけどね、吸いすぎにはね、十分ご注意ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。またね、明日ですね、11月の19日、金曜日、14時前のね、ライブをね、やりますので、もしね、お暇がありましたら、遊びに来てください。よろしくお願いいたします。またね、仕事もね、無理をせずね、ゆっくりと頑張ってほしいなと思っております。はい、今日はね、そういう夕飯動画でした。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッター、ツイキャスも、ぜひともよろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。ペルシアンでした。どうもありがとうございました。良い一日をお迎えください。それでは。